はい、速稼塾の久保です。今回はですね、ミスター M さんのこれね、なかなかねオリジナリティというか味があるんですけども、ガチンコマッチョクラブの動画を皆さんと一緒にね、拝見しながら解説していきますね。よろしくお願いします。再生します。これ倍速で言ってるんであれですけども、ミスター M チャンネルっていうねタイトルバックが入るのがなかなかいつもね面白いですね。でこれが数秒で終わるんです。4秒で終わるんですよ。これがねオープニングが長すぎるとこれはこれでね面倒なんですよね。このぐらい4秒とか5秒ぐらいがちょうどいいんじゃないですかね。はい、自己紹介も簡単に終わりましてね、ここまでで14秒ですよね。で、マッチョになりたい割には結構ねマッチョになれるのかなみたいな年代と、ちょっとこう覇気を感じないねこの独特のエネルギーというのがあります。で肉体もとてもねマッチョには見えないわけなんですよ。だから大事なんですよ、こういう体格とかテンションとかね、まあ言ってみればね、よくいる普通の中年の方が本当にできるのかなって思わせるところに、このガチンコマッチョクラブのまあこのねエッセンスがあるわけですよね。だって普段からスポーツマンの人がこれから減量しますとか言っても、それはそのレベルの方がやってくださいって話じゃないですか。もうはっきり言いますと、この体型私もちょっと通ずるものがあるんで、ちょっと勇気が出ますよね。あ、ミスター M さんでもここからやるんだと思ったら、ちょっと一緒にやっていこうかなっていう風なね形になりますよね。皆さんどう感じでしょうかね。まあいろんなね励ましをこの方から得れるかなというところです。あと白い帽子っていうのもなかなか面白いですよね。で後ほど料理のコーナー出ますけど、料理のコーナーでも白い帽子となんか白いねポロシャツっていうね、なんかその体育の先生みたいなそのスタイルがねずっと壊れないのがとってもいいと思います。もうかなり編集も上手ですよ。じゃあちょっと続きいきますね。はい、このね人差し指を立てるポーズっていうのがよく出てくるんですよ。でこれがすごく大事です。この人差し指がミスター M さんの無表情と相まってね、すごくいい味を出してるんだと私は思いますよね。なんと今回は筋トレが出てこないんですよ。そうなんですよ、食事にフォーカスしたコーナーになってます。これはね動画を撮るところとあと音声を別々で撮って重ねているんですよね。このなんかこのメリハリっていうんですか、先ほどは喋りながら取って出しをしてますけども、ここに来るとミスター M さん、ほら体育のね先生かなんか用務員さんみたいでしょ。でこの格好でキッチンに立ってで料理をするんですけども、この手際とかねすごくいいんですよ。それから魚眼レンズみたいなの使ってるみたいで、全体が見やすくってね、で喋りながらやってないところがこれは本当に見やすくなってます。キッチンで胸肉お醤油砂糖酒、こういうふうにね必要なものも書いてくださったりとか、他にも素材を並べてくださってますよね。分かりやすいですよね。で両手を広げてるところも実はね小さなことなんですけども、これが大きいんですよ。ニンニクチューブ唐辛子の割合を使います。続いてそれぞれの分量を説明していきます。お醤油大さじ4杯です。お醤油大さじ4杯です。でこういうふうに指を使ってるところとかね、こういうのがだから動画の演出なんですよ。 かなりこの2とかねとってもいいと思いますよね。でなんかねたまにドーンとか言ってるんですよ。それでは調理をしていきましょう。まずはミスター M 秘伝のタレ作りからです。ミスター M 秘伝のタレ作りからです。お鍋を用意しまして、お醤油大さじ4杯を入れます。お醤油大さじ4杯を入れます。お砂糖大さじ2杯を入れます。お砂糖大さじ2杯を入れます。はい、スピード感ありますね。お砂糖大さじ6杯を入れます。すごくいいと思います。ミニチューブから4センチほど入れます。ミニチューブから4センチほど、これ分かりやすいでしょ。この通りにやればできるんですよ。最後に唐辛子の輪切りを小さじ1杯分入れます。素晴らしい。そしてまだ火をかけなくていいので丁寧に混ぜていきます。ちょっとさっき進めますね。私も見ましたんで、これあと見てくださいね。これ本当に一部始終出てるんですよ。こういうところとか料理上手そうに見えますよね。2回に分けて行うんですが、1回目は弱火で12分間煮込みます。このカメラワークも続いて12分間が経ったら2回目の煮込みに入ります。お鍋の蓋を開けて中を確認します。こんな感じです。まだ煮えてない部分が結構ありますので、ヘラを使ってひっくり返していきます。ヘラを使ってひっくり返していきます。あまりお肉に触れてしまうと、あまりお肉に触れてしまうと、一旦これで OK です。一旦8分間の煮込みが終わったら、最後の仕上げに入ります。最後の仕上げは、みりんや豆乳です。その前に、煮込み具合を確認してみましょう。よく煮えています。よく煮えています。それは、購入して、中の強火に合わせます。そして、一分間加熱します。混ぜたり、くっついたり、振ったりしていきます。冷ましている間に、お肉の方に旨味が染み込んでいきます。だいぶできたんじゃないですかね。お説明します。ゾーン、お説明します。
ほら、ドンって言ったんですよ。これが面白いんですよ。次の日に1キロ食べるというようなサイクルを繰り返しています。どうしても食べたい場合はタレをたっぷりとつけて、それで美味しく食べようと思います。以上をもちまして、私のガルクアップのダイエットレシピ、柔らかくて美味しいというのを代わり商品のご紹介を終了します。最後手振ってるのもいいですね。なんかその無表情の割にはジェスチャーというかね、全体の雰囲気が出てて、そのギャップがね、このミスター M さんの味になってるんですよ。あとタイトルもきちんとね、あのタグを入れ込んでますし、すごくいいんじゃないですかね。これはちょっとね、いいねを押さないといけないですね。はい、ドーンドーンとしましたよ。それからあとはエンドタイトルですね。お疲れ様でした。はい、なかなか面白いですね。これね、癖になりますね。皆さんもぜひね、チャンネル登録してください。